安倍元首相を国賊と呼んだ村上誠一郎総務省。株価暴落や円安はアベノミクスの負の遺産。総務省に就任した村上誠一郎氏は石破茂内閣について記者団から問われ、前任者の負の遺産を解消するのは非常に難しいと述べ、自民党派閥の裏金事件や旧統一教会問題を具体例に挙げました。また株価の乱高下や急激な円安をアベノミクスの負の遺産と批判し、その対応が困難であるとの見解を示しました。村上氏は以前、安倍晋三元首相を国賊と呼び、1年間の党役職停止処分を受けています。ネットの反応がこちら。この人は安倍が嫌いなの？品性下劣なのは石破と同じだな、類友とも言う。2024年の現役閣僚が安倍があって言ってるの笑えない、今の問題を解決してよ。この程度の人間しか集まらない。こいつは絶対石破のアキレス腱になる。こんなクソ内閣に比べると立憲の方がマシな気がしてきた。石破ショックはまだ始まったばかりだ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。